皆さんおはようございます。ダキオワークスザ・セカンドでございます。私はただいま静岡県伊豆の国市にあります道の駅伊豆のへそに来ております。今日は天気はいいんですけども風は強いです。今回は自転車で神奈川沿いを上流方向へ向けて走りまして天城方面へ向かおうと思います。それではお付き合いのほどよろしくお願い申し上げます。出発後はアンダーパスを通って神奈川沿いへ出ます。その後はしばらく神奈川沿いを走ります。大人橋と水晶山付近を通り伊豆の国市から伊豆市へ。伊豆市に入った後は再び神奈川沿いを走ります。修善寺橋の下は耐震補強の関係で狭くなっているため押して歩くことに。そのためここで一旦自転車を降ります。そして降りたついでに撮影も。撮影後は修善寺橋の下を押して歩きます。修善寺橋の下を押して歩いた後は再び乗車して走り出します。神奈川支流の大見川に架かる歩み橋を渡りしばらく走った後は静岡県道修善寺天城湯ヶ島線に入ります。これより先は強風との戦いとなってしまい思うように進めません。時折転倒しかねないほどの強風に見舞われ決断を迫られそうな状況でした。それでも強風と戦いながら進んでいきます。
途中、撮影を兼ねた小休止。それがその時の一コマ。小休止を終えて再び走り出すも、またもや強風との戦い。なかなか進みません。強風との戦いの末、妙徳観光センターにたどり着くことができました。妙徳観光センターに到着しました。これからここで草餅をいただくことにしましょう。草餅をいただいたことですし、もうそろそろ出発しましょうか。妙徳観光センターからは国道414号線に入り、湯ヶ島へ向けてひたすら進みます。湯ヶ島に入ったあたりで国道から外れ、白バンバの里へ。白バンバの里に到着しました。ただ通り過ぎるのももったいないですので、このようにして押して歩いていくことにしましょう。そこで神の家の前で撮影。以前はこの辺りに営林所でしょうか、何らかの建物があったと記憶しています。しかし今はご覧の通り、取り壊されて何もありません。付近にある食堂に入ろうとしたのですが、休業中だったため出発することに。国道414号線から外れ、出会い橋へ。出会い橋に到着しました。男橋と女橋の間には、このように見える場所によってはハート型に見えるモニュメントがございます。正直なところ、もっと長居したかったんですけども、時間が押してますので、もうそろそろ出発することにします。出会い橋を後にして就職場所を探すことに。
その前に撮影のため西平橋でストップ。撮影を終え、再び走り出します。しばらく走ること雨子茶屋に到着。本当は別のところでお昼にしたかったんですけど、休業中だったんでこちらでお昼にします。雨子の漬け丼に舌鼓を打ったところですし、そろそろ出発することにします。雨子茶屋での昼食の後は吊り橋へ向けて国道414号線をひたすら進みます。この時は追い風でしたので、比較的快適に走ることができました。国道136号線と合流した後は、カノドーム付近で一旦国道から外れ、松ヶ瀬の吊り橋へ。これが松ヶ瀬の吊り橋。この日は強風だったので渡るのに一苦労でした。それでも証拠りもなく撮影を敢行。先ほど松ヶ瀬の吊り橋を渡り切ったところです。今日は風が強いせいでしょうか、橋がやたらとゆっさゆっさと揺れてました。それでは出発することにしましょう。吊り橋を後にして国道136号線へ出ます。その後はしばらくの間国道を走ります。途中国道から外れ裏道を行きます。裏道を進むことやがて朝開きに到着。先ほど朝開きに到着しました。昨日の大雨のせいでしょうか、結構な量の水が流れております。映像では分かりづらいんですけども、一見石垣に見えるもの、実はマグマが冷えて固まったものと伺っております。次が控えてますんで
もうそろそろ出発することにしましょう。朝日滝を出発した後は修善寺の温泉場へ向かうべく国道136号線へ。トンネルを通過した後、国道から外れ、温泉場方面へ。温泉場へ向かう前に、修善寺ハリストス正教会に立ち寄ることに。教会を後にして修善寺の温泉場を進みます。赤ガエル公園付近で自転車を降り、遊歩道を押して歩きます。楓橋を渡り、やがて竹林の小道へ。先ほど修善寺の温泉場にたどり着き、竹林の小道を歩いてきたところです。足早に去るのもなんですので、ここでお茶することにしましょう。ここで黒米豆腐と湯葉のぜんざいを堪能しましたんで、そろそろ出発することにしましょう。今回は福知山修善寺は時間の都合上パス。修善寺の温泉場を後にして出発点の道の駅伊豆のへそへ戻ることに。大人橋の下をくぐり、神奈川記念公園へ。
鹿野川記念公園付近で国道を渡り、城山の麓を行くことに。上島橋を渡り、やがてゴールへ。ただいま道の駅伊豆のへそに戻ってまいりました。今回は貴重な梅雨の晴れ間を利用して自転車に乗ってきたんですけども、はっきり言って風強かったです。強いところのレベルじゃありません。強すぎます。行きは風との戦いになってしまったんですけども、天城で折り返して以降、帰りは割と楽に走ることはできました。加えて修善寺の温泉場もそれなりに堪能することはできました。それではご視聴のほどありがとうございました。ご意見ご感想等ございましたらコメント欄にてお願い申し上げます。またお気に召されましたらチャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げます。